たまには一息つくことも大事です。自然に包まれながらリラックスしましょう。マーベル大陸は探索を楽しめると同時に気楽にくつろげる美しい世界です。花畑や草地、湖のほとりや海辺を散歩するのも良いですが、ただ何もせず腰を下ろして雨音に耳を傾けるのも良いでしょう。街中の露店も雨の日には休業してしまいます。大事な品物が濡れると大変ですからね。夕方になると店は閉まり、家に帰る人たちが大半ですが、少し変わった商人に出会った時は思い切って話しかけてみましょう。朝になれば日が昇り、夜になれば月が現れ、空模様も移り変わります。マーベル大陸の生き物たちそれぞれの習性を覚えながら、生き物たちの足跡を探してみましょう。スキルコーデを使って釣りをしたり、虫を捕ったり、動物たちをお手入れしたり、ついでに毛玉も作ったり。ネクタイネコは怯えやすいので、驚くとうっかり屋根から落ちてしまいます。ですが心配しないでください。ネクタイネコは身軽なので屋根から落ちても怪我はしません。マーベル大陸は動物に優しい世界ですよ。記念すべき瞬間をすべて記録したいと思いませんか？ももカメラを開き、綺麗な衣装に着替え、美しい世界を背景にして、その瞬間だけの唯一無二の写真を撮りましょう。こうした幸せな瞬間が生活を豊かにするのですから。